様、大変お待たせいたしました。ただいまより2019 FC 町田ゼルビア新体制発表会をスタートいたします。本日司会進行を務めさせていただきます、スタジアム DJ14 シーズン目になります和田佑でございます。よろしくお願いいたします。それでは初めに、株式会社ゼルビア代表取締役社長大友武久よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。FC 町田ゼルビア16シーズン目の、大友です。本日、本当に多くの方に、新体制ということでお越しいただきましてありがとうございました。抽選にしてしまってですね、ちょっと本意ではなかったんですけれども、まだまだいろいろ試行錯誤をしながら行っておりますので、お許しいただければというふうに思います。先日ですね、サポーターの方に街でお会いした時に、もうサッカーにも渇望していると、もう早く見たいんだというお声掛けをいただきました。本当に皆さん新しいシーズン楽しみにされているんだろうなというふうに思います。相馬体制6年目ということで、また本当にここにいらっしゃる皆さんの協力ご協力をいただきながら、夢の J1 昇格へ向けて今シーズン戦ってまいります。クラブとしましても6月の J リーグのライセンスの申請を出すときに J1 の申請出せるようにですね、取り組んでいきたいというふうに思っております。何よりですね、また皆さんにスタジアム、ご友人も誘っていただいて、スタジアムをいつも選手が通常の力よりもっと力が出せるような雰囲気を作っていきたいというふうに考えております。我々も頑張ってまいりますので、ぜひ今からですね、入場してきますけれども、新加入の選手また顔も覚えていただいて、皆さんぜひ応援いただければというふうに思っております。また開幕まで少し時間ありますけれども、一緒に頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。大友社長ありがとうございました。それでは2019シーズンを戦う FC 町田ゼルビア監督新加入選手の入場です。はじめに新加入選手の入場です。皆様大きなご声援でお迎えください。背番号4ディフェンダー FC 東京より新加入山田雅之。背それではサインボールのプレゼントです。山田選手、サインボールをプレゼントしてください。背番号7ミッドフィルダーアルビレックス新潟より新加入葉山剛。それでは早山選手、サインボールのプレゼントをお願いします。背番号8ミッドフィルダー横浜 FC より新加入ジョン・チュン君。フォワード横浜 F マリノスより新加入富樫啓真。
桂馬選手後ろの方にもありがとうございます。背番号13ゴールキーパーサンフレッチェ広島より新加入松田拓也。18フォワード早稲田大学より新加入岡田優輝。背番号25水戸上田米子北高校より新加入佐野海舟。ディフェンダーガンバ大阪より新加入平尾壮。背番号28フォワードFC 松田セルビアユースから昇格橋村隆挑戦。さあ橋村選手横の方にもぜひサインボールのプレゼントをお願いします。ありがとうございます。はい、どうぞ。続いて今シーズンもゼルビアのために残ってくれた3選手の登場です。背番号11フォワードセレッソ大阪から期限付き移籍での契約延長山内博文。背番号17ディフェンダーアビスパ福岡から完全移籍での残留下坂浩希。背番号23ディフェンダー名古屋グランパスから完全移籍での残留酒井隆介。そして監督相馬直樹。相馬セルビア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 。はい、どうぞ。皆様監督と選手たちに今一度大きな拍手をお願いします。それではここで本日ご多忙の中ご出席いただきましたご来賓の皆様からご挨拶を頂戴いたします。はじめに町田市長石坂丈一様よりご挨拶を頂戴いたします。石坂様よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。市長の石坂でございます。ぎゅうぎゅうですね。素晴らしい、新体制発表会になりましたことをまずはおめでとうございます。そして、ここに集まられた皆さん、この人数のそうですね、お一方 10人ぐらいずつ、少なくとも集めていただいて、ゼルビアの応援をよろしくお願いいたします。私も時間が許す限り、応援に参ります。よろしくお願いいたします。
いくつか報告がありますが、なんといってもスタジアムの問題については、お話をしておかなければいけないんですが、来週現場の造成工事に入ります。現場の造成工事が入りまして、秋には今の予定では、この建築工事というんですか、スタンドを作る工事をやらせていただきます。皆さんの応援で、一日も早く1万5000席のスタジアムを完成させて、させたいと思いますので、ご支援をよろしくお願いいたします。それから天然芝の練習場も実は今週からもう現場入っております。工事が始まっております。こちらの方はですね、ゼルビアさんの方の何て言うんですかね、一方で、自分たちでやりますというお話をいただいておりますので、これまた、3月こと今は1月ですから、あと2ヶ月ちょっとで、完成をする、天然芝の練習場が完成をするという予定であります。そういう意味では、環境というのは J1 に、行く環境というのは着々とできております。あとは去年はもうね4位まで行きましたから、あとは観客動員ですね。皆さんがサポーターの皆さんが、多くの人が応援をする、そのことで、J1 に押し上げていただきたい。再びそのことをお願いして挨拶にさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。石坂様、ありがとうございました。続きまして、町田市議会議長若林明義様よりご挨拶を頂戴いたします。若林様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました町田市議会議長の若林でございます。昨シーズンのゼルビアの大健闘、誠におめでとうございます。やっぱりスポーツは勝ち続けることでこういった形で盛り上がるんだというふうに思っております。負けが込んでしまうと盛り上がりに欠けてしまうという、そういった怖いところが実際にこういったことで分かってきたというふうに思っております。ゼルビア選手の活躍によって J リーグを動かし、町田市を動かし、もしかしたら日本や世界まで動かせる、そういったことになるかもしれませんので、引き続きの皆さんの応援をよろしくお願いいたします。町田市議会もしっかりと頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。若林様、ありがとうございました。続きまして、衆議院議員小倉正信様よりご挨拶を頂戴いたします。小倉様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました衆議院議員の小倉正信です。昨年は本当に悔しい思いをしました。最終戦あと1点入ればJ2 優勝というところまで行って悔しい思いをしたんですが、またさらにですね、その時戦ったヴェルディが入れ替え戦まで行ったっていうことです。あの場にゼルビアがいればなとものすごく思いました。その夢を今年預けて、去年悔しい思いをした分までいい夢を見させてもらえるんだろうと思います。私もですね、先ほど伊佐賀市長おっしゃったようなスタジアムの問題、実はこれ野津田公園の整備事業ということで、市にやっていただいております。社会資本総合整備総合交付金という、ちょっと難しい名前なんですが、国の交付金もしっかりと降りるように、来月市長と一緒に国の方に要望活動も行ってまいりますので、そんなことでですね、私にできることはしっかりと務めとしてやらせていただきたいなと思います。今年もこのタオル持って私も皆さん方と一緒に応援しますんで、頑張りましょう。よろしくお願いします。小倉様、ありがとうございました。それでは監督、選手の皆さんもステージ横の席においでください。続きまして、本日お越しいただきましたご来賓の皆様をご紹介いたします。大変恐縮でございますが、お時間の都合上お名前のみのご紹介とさせていただきます。
町田商工会議所会頭深澤勝様、町田相模原経済同友会副代表幹事井上博之様、ASV ペスカドーラ町田代表取締役社長山本俊彦様、衆議院議員伊藤俊介様、東京都議会議員小磯義彦様、町田市議会議員松岡美幸様、同じく山下哲也様、同じく友井和彦様、同じく藤田岳様、同じく熊沢彩里様、同じく村松俊孝様、同じく渡辺源太郎様、同じく星大輔様、本日はご来場いただき誠にありがとうございます。皆様、ご来賓の皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。大変失礼いたしました。町田市議会議員新井義直様、新井様大変失礼いたしました。ご来賓の皆様に今一度皆様大きな拍手をお願いいたします。続きまして2019シーズンのスローガンを発表いたします。こちらです。プラスワン、すべてはつかみ取るためにです。まずはここでロゴに込められた思いを説明します。昨シーズン FC 町田ゼルビアはクラブ最高位となる4位という成績を収めながら J1 ライセンスを有していなかったためプレーオフに出場できませんでした。しかし今年はクラブライセンス制度が緩和され、今後の努力次第ではJ1 ライセンスが取得できる可能性が出ています。そんな悲願を自分たちで掴み取りに行こうという思いが込められています。デザインは水谷慎吾、 FC 町田ゼルビアグラフィックアドバイザーです。コンセプトはユニフォームの帯に象徴される右斜めへの傾斜を全体のルールに採用しています。掴み取るというアグレッシブな印象を表現しています。ポイントは数字の部分、数字の1は J1 を指し、緑色は明治安田生命 J2 リーグのロゴの緑、赤色は明治安田生命 J1 リーグのロゴの赤をイメージしています。赤の比重が多いのは J1 への強い思いを示しました。つかみ取るの文字が赤いのも J1 をつかみ取るという意味合いを強調するためです。皆様どうぞ一緒に戦い、次のステージをつかみ取りましょう。それでは続きまして、FC 町田ゼルビア GM 新井忠より今シーズンの方針についてご説明申し上げます。新井 GM よろしくお願いします。皆さんこんにちは。新体制発表会ということで、今が一番皆様も私たちもワクワクしている、そういう時期でございます。今年はスローガンにもありますように、前年度は現場相馬チーム、相馬さんが率いるチームの方が素晴らしい成績を上げたわけでございますが、まだまだクラブ、それから集客というところでは J1 を目指すという意味では課題の残された昨シーズンであったと思っております。最終戦1万人入ってあと一歩という素晴らしい雰囲気の中で戦うことができましたが、1年を通じてみますと平均4915名ということで J2 の中では実は19番目なんですね。それで経営規模の話も私はよくさせていただくんですけども、
今シーズン、1月31日で決算が参りますが、おそらく7億、まあ、6000万ぐらいのところで、閉まる予定でございますが、これも毎年 J リーグの方で経営情報ということで開示をしている各クラブの経営成績の今最新版は17年度の決算ですが、その17年度の J2 の中においてもこの7億6000万というのは18番目、したがってまだまだ相馬さんのチームは J1 に届くところまで昨年示していただいたもののクラブの実力というところではもっともっと頑張らなきゃならないぞということで、大友社長以下社員の諸君も今、今シーズンに向けて取り組んでいるところでございます。なので、今年は本当に名実ともに J1 仕様を目指すそういうシーズンになると思います。まあ、現場はもう本当に昨年度以上の成績といえば昇格を目指すということになりましょうが、私どもクラブが現場との両輪で J1 を目指すとすれば、やはりまあこれも毎度毎度のお話で耳が痛いかも分かりませんけど、20億円の経営規模になったところで、まあ本当に J1 に定着できるようなそういったクラブ力になっていくというふうに考えておりますので、まず今の7億8億の規模から20億円を目指す、そういう大事な2019年になるかと思います。皆様の期待はすごくひしひしと感じますが、それでまあサイバーエージェントの傘下に入ったことで施設の拡充ということは今お約束をされていますが、やはりその20億円の規模を目指すというのは、皆様の力、会社の力で、自立して、そこを目指すというのがこれまで積み上げてきた町田ゼル FC 町田ゼルビアらしい歩み成長だと考えてますので、今年はぜひチームは昇格を取りに行く、クラブは J1 ライセンスを取りに行く、そしてまあファン、サポーター、支援企業、パートナーの皆様は1万人集客を目指して取りに行くというか、三位一体の力で本当に J1 という夢を皆さんと共に勝ち取れる、そういうことを目指していかれればと思っておりますので、まあ今まで通りというかこれまで以上に、先ほど伊坂市長がほぼ言い尽くしてくださいましたけども、皆様がやはり連れてきていただく、今こうやって、ゼルビアを愛している皆様たちが、熱をお仲間お友達に届けていただいて、スタジアムに、来ていただく、これはジュビロ磐田が実は J リーグの中でスタジアムの規模をどれだけ埋めたかというのでは 90% 収容率というんですが、90% を昨年度達成しています。あそこはだいたい2万人入るのかな、まあ、そういう収容率っていうのがスタジアムの雰囲気を盛り上げるのに非常に大事だったとして、そのジュビロの収容率を上げるのに非常に貢献した方に話を伺っても、やはりそのスタジアムに来ていただいている方たちが自分のお仲間を連れてくる、まさにプラスワンですね。それがチラシを何十万枚巻こうが、そういうこと以上に大きな効果あるいはリピーターにつながっていくということを教えてくださいました。なので本当に皆様のお力で、今年は1万人を何回達成できるか、それがまた協力いただいている、町田市の皆様にへの我々にとっての恩返しだと思っておりますので、ぜひぜひ皆様のお力で、1万人集客目指して、頑張りましょう。でチームの方は非常に粒揃いの、まあ皆さんもシーズン始まるのを渇望されていると思いますが、彼らも非常に乾いた選手たち、試合に出たいんだ、成長したいんだ、J1 勝ち取りたいんだという諸君が集まってくれてますので、今非常にいいトレーニングができておりますので、ぜひ開幕楽しみにしていただいて、満員のスタジアムでまた応援していただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
続いて選手よりサポーターの皆様へご挨拶申し上げます。改めてご紹介しますので、名前を呼ばれた選手はステージ中央までお越しください。ご紹介します。背番号4ディフェンダー山田正幸。背番号7ミッドフィルダー葉山剛。背番号8ミッドフィルダージョン・チングン。背番号9フォワード富樫啓真。背番号13ゴールキーパー増田拓也。背番号18フォワード岡田優輝。背番号25ミッドフィルダー佐野海舟。背番号27ディフェンダー平尾壮。背番号28フォワード橋村龍ジョセフ。背番号11フォワード山内博文。背番号17ディフェンダー下坂浩輝。背番号23ディフェンダー酒井隆介。それでは新加入選手から一人ずつご挨拶申し上げます。はじめに山田正幸選手、一歩前に出てご自身のプレースタイルや呼んでほしいニックネームなどを交えながらコメントをお願いします。皆さんこんにちは。FC 東京から加入しました、山田正幸です。本日はお集まりいただきありがとうございます。僕はまあディフェンダーなので、1試合でも多く無失点の試合を増やして、チームの勝利に貢献できたらなと思います。呼び方は、まあ、山田正幸で、上が山って呼ばれること多いんですけど、ちょっと山内選手と被るっていうのと、下も奥山選手が正って呼ばれてるんで、皆さんなりにちょっと考えていただけたらと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて葉山剛選手、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。葉山剛です。東京都町田市鳴瀬台の出身です。町田でプレーできることを本当にすごく嬉しく思っています。ここにいる皆さんは、昨年以上の戦いを、期待してくれていると思うので、それに応えるべく日々精進していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いてジョン・チュングン選手、よろしくお願いします。こんにちは皆さん、ジョン・チュングンです。横浜 FC から来ました。ニックネームとはもうないです。本当に普通にジョンで呼んではいいですよ。はい、もう今年頑張るのでよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて富樫啓真選手、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。マイノスから加入しました富樫啓真です。啓真って気軽に呼んでください。僕のストロングポイントはまず自分なりに考えてハードワーカーっていう部分だと思ってたんですけど、指導して1週間ぐらい経ったんですけど、全員がハードワークできるんでどうしようってちょっと困ったんですけど、まあ、でも、まあ、それに負けずに一番ハードワークすることをここで約束するのでよろしくお願いします。ありがとうございました。続いて増田拓也選手、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ゴールキーパーの増田拓也です。皆さんに信頼されるようなゴールキーパーを目指して J1 昇格を目指して頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。続いて岡田雄貴選手、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。早稲田大学より新加入します岡田雄貴と申します。こんなに熱気のあるクラブに、その中で J リーガーとしてのキャリアを始めること本当に、嬉しく思っています。そして自分は早稲田大学スポーツ科学部にいたのでちょっと学生らしいことを言わせていただくと、J リーグのほとんどのチームはほとんどがその大企業をスポンサーに持っていて、でその中で、J リーグというのは発展された歴史があります。しかしこの町田ゼルビアは、僕自身聞いている限りでは FC 町田という町クラブからスタートして一歩一歩地道に、ここまで進んできたという歴史も、僕自身勉強して、で新加入記者会見において一番夢のあるクラブということを言わせていただいたんですけれども、本当に僕はその夢にかけて、ここのクラブにオファーを受けさせていただきました。でその夢を叶えるために、自分自身のストロングであるゴールを奪うということを最大限発揮して皆さんと一緒に夢を叶えたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。それでは選手の皆さん、前列と後列を入れ替えていただいていいですか。ありがとうございます。それでは続いて佐野海舟選手、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。米子北高校から加入します、佐野海舟です。ニックネームはあんまりないんで決めてください、お願いします。自分のストロングポイントはボールダッシュだと思うんで、そこをしっかり生かして J1 昇格に少しでも貢献できるように頑張るので応援お願いします。ありがとうございました。続いて平尾壮選手、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。完全移籍で加入します平尾壮です。去年対戦した時にすごい最後まで諦めない姿勢だったりチームの一体感っていうものをすごく覚えてます。そういうチームでプレーできることをすごく嬉しく思います。自分のストロングポイントはもともとフォワードとか前の選手だったので攻撃的な部分を見てください。結果でチームに貢献したいと思うので今年1年よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて橋村龍ジョセフ選手、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。FC 町田ゼルビアユースから加入しました橋村龍ジョセフです。ニックネームは、ジョセフがジョセでお願いします。小さい頃からこのクラブにお世話になっているの で一番身近でこのクラブの発展を感じてきたと思うので、それを自分が、感じたものを野津田でしっかり出せるように自分のストロングである得点を取るというところで J1 へ大きく貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて山内博文選手、ここからは個人の目標とか意気込みなどを交えながら2年目でございますのでよろしくお願いします。こんにちは。昨年の途中から、お世話になっています山内博文です。昨年最後に感じた悔しさっていうものは、自分自身途中からでしたけど、ここにいる皆さんと同じ悔しさを、味わいましたし、自分個人としては、試合に出ながら結局、無得点で終わってしまったので、本当に今シーズン最初からこのチームに関われるということで、本当に自分が結果で、このチームを引っ張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて下坂浩輝選手、よろしくお願いします。改めましてこんにちは、下坂浩輝です。福岡から完全で加入しました下坂浩輝です。昨シーズンはなかなか、自分自身なかなか思うようなシーズンではなかったんですけども、今年結婚しました。より一層頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。最後に坂井隆介選手、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。昨年の悔しさを晴らしたくて、完全移籍でプレーさせていただくことになりました。
ぜひ皆さんと一緒に僕自身もう一度 J1 でプレーしたいと思っていますので、皆さんで J1 に行きましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。改めまして12名の選手に大きな拍手をお願いいたします。選手の皆さんどうぞお席へお戻りください。続いて2019シーズン新ユニフォームデザインとトップパートナーの皆様をご紹介いたします。はじめに今シーズンのユニフォームのご紹介です。スクリーンをご覧ください。まずフィールドプレイヤーファーストユニフォーム、今シーズンもユニフォームサプライヤーは長年お世話になっておりますつぼるめ様です。本当にありがとうございます。ファーストユニフォームはクラブカラーのゼルビアブルーで作成し、2018シーズンから採用した斜めのラインには J1 に向けて右肩上がりに上昇していくというブレない思いが込められています。新たに施された5つのライン、こちらは選手、スタッフ、サポーター、スポンサー、行政の5つを表現しており、 J1 昇格に向けゼルビアに関わる全ての人が一体となりタスキをつないでいくというコンセプトになっています。また力強さを彷彿とさせるゴールドをラインに乗せることで2019シーズンも目標に向かって戦うという強い気持ちを込めました。続いてフィールドプレーヤーセカンドユニフォーム初出しです。どうぞ。セカンドユニフォームはベースをホワイトとして、胸のラインはファースト同様にゴールドとなっています。また背中には今シーズンも町田氏の形をデザインし、アウェーでも町田を背負って戦います。続いてゴールキーパーファーストユニフォーム、こちらは昨年同様サルビアレッドを使用しています。ゴールキーパーセカンドユニフォームも昨年同様ゼルコバの緑を使用しています。続いて2019シーズンユニフォームに掲出いただきますトップパートナーの皆様をご紹介いたします。はじめに株式会社アベマ TV 様、株式会社アベマ TV 様には今シーズンよりユニフォームの胸部分に掲出していただきます。皆様大きな拍手をお願いいたします。株式会社アベマ TV 様、今シーズン何卒よろしくお願いいたします。続いて株式会社イーグル建装様、株式会社イーグル建装様にはユニフォームの鎖骨部分に掲出していただいております。ここで株式会社イーグル建装専務取締役江崎勤様よりご挨拶を頂戴いたします。江崎様どうぞステージにお越しください。こんにちは、イーグル建装の江崎でございます。今年イーグル建装は鎖骨の部分に移転しました。ただ移転をしても町田ゼルビアを愛する気持ち、また応援する気持ちは社員一同変わっておりません。ただ正直非常に寂しい気持ちですが、ここはサイバーさんに J1 ライセンス資格を取っていただき、それをお願いしたいということで思っております。今年は皆様ご覧になったように素晴らしい選手が揃っております。町田ゼルビアの新しい歴史の1ページを作ってくれるのではないかなという期待をしております。よろしくお願いいたします。くしくも今期の開幕戦、皆さんもご存知の通り昨年の最終戦で戦った東京ヴェルディです。
我々は大きな忘れ物をしたんではないかなというふうに感じております。そうです、 J2 チャンピオンの称号です。今年は選手、スタッフ、サポーター、また皆様方、そして行政の方々の皆さんが一丸となって J1 チャンピオンを獲得していきましょう。2月24日開幕戦です。東京ヴェルディです。ノスタでやります。最終戦以上に、皆さんにお越しいただいて、それが勝利へとつながると確信をしておりますので、お忙しい中だと思いますが、2月に24日は、町田へ足を運んでいただいて選手を応援していただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。江崎様、ありがとうございました。続いて小田急電鉄株式会社様、小田急電鉄株式会社様にはユニフォームの背中部分に掲出していただいております。ここで小田急電鉄株式会社 CSR 広報部長相沢喜一郎様よりご挨拶を頂戴いたします。相沢様、どうぞステージにお越しください。皆さんこんにちは。小田急の相沢と申します。本当に昨シーズンは、最後のワンプレーまで本当に熱いシーズンありがとうございました。私たち小田急もやっぱ子どもたちにどうやって笑顔を届けたいかっていうのをすごい考えておりまして、昨年は小田急マッチ7月にですね、子どもたちに笑顔を届けよう1万人プロジェクトという形で、実は相馬監督に一日駅長をしていただきまして、7214人、ちょっと1万人には足りなかったんですけど、多分ホームの来場者数で言えば相当のお客様にお越しいただきました。今年も、小田急町田だけじゃなくてですね、小田急の沿線から、たくさんの子どもたちが、野津田に来ていただきますよう、いろいろ仕掛けをしていきたいと思っております。すべては掴み取るために、我々小田急もお手伝いを引き続きさせていただきたいと思います。そして今シーズン終わった時に、すべてを掴み取ったという素晴らしいシーズンに、選手スタッフの皆様、していただければと思います。引き続き、小田急はゼルビアを応援していきたいと思いますので、今シーズンもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。相沢様、ありがとうございました。続いて学校法人玉川学園様、学校法人玉川学園様にはユニフォームの左袖部分に掲出していただいております。ここで学校法人玉川学園理事長小原義明様よりご挨拶を頂戴いたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。地元チームゼルビアを応援している高松大学です。皆さんと一緒にチームを応援することを嬉しく思っております。昨年は4位おめでとうございます。私が知っている監督の一人ですね、プロは勝つしかないんだという言葉を言った監督がいますけれども、まさしくその心意気で全てをですね勝ち取って J1 を昇格するように選手の方には頑張ってもらいたいと思いますし、私どもも皆さんと一緒にですね町田のチームであるゼルビアを応援していきましょう。よろしくお願いいたします。小原様、ありがとうございました。続いて株式会社寺田電機製作所様、株式会社寺田電機製作所様にはユニフォームの裾部分に掲出していただいております。ここで株式会社寺田電機製作所代表取締役社長寺田義之助様よりご挨拶を頂戴いたします。寺田様、よろしくお願いいたします。会場の皆さん、こんにちは。
寺田電機の寺田でございます。めちゃくちゃワクワクしております。はい、今シーズンもですね、皆様と一緒に、私ども、戦ってまいります。昨シーズン以上に、活躍できますように、私も一生懸命応援に参りたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。寺田様ありがとうございました。最後に株式会社ボリューム様、株式会社ボリューム様にはユニフォームサプライヤーを務めていただいております。ここで株式会社ボリューム代表取締役渡辺裕二様よりご挨拶を頂戴いたします。渡辺さん、皆さんこんにちは。株式会社ボリュームの渡辺でございます。会社名が株式会社ボリュームっていうふうに名前を、スタートしました。実際事業としてはスボルメブランドを、展開していっております。実は今年の4月に会社名をスボルメっていうのに変更いたします。でさらなるスボルメブランドを発信しつつ、町田 の、 J リーグゼルビア様をはじめ町田の地域でもよりスボルメを着ていただいて喜んでいただけるような環境を作っていきたいと思ってます。JFL に上がる石垣の決戦に、応援に行ってます。で実際あの時も、ハラハラドキドキしながら、その翌年からスボルメはサプライヤーとしてやらせていただくことになったんですが、あの時も本当にこうドキドキしながらっていう思いを今でもなんか忘れずに覚えております。昨年そんなチームがこの年月を経てJ1 を優勝するかもしれないっていう戦いをずっと1年間通していただいて繰り広げていただきました。本当に相馬監督はじめ選手の皆さん、またあと大友社長、金井さん、スタッフの皆さんの本当にこう努力だったと思います。またサポーターの皆様がスタジアムにたくさんの声援を届けていただくことが選手の後押しになっているということも選手からも実際伺いました。なので我々もスポンサー一同しっかりとバックアップさせていただきますので、皆さんで絶対に J1 に昇格させましょう。よろしくお願いいたします。渡辺様ありがとうございました。以上の皆様に今シーズントップパートナーとしてご支援いただきます。今一度大きな拍手をお願いいたします。なおお時間の都合上でご紹介できませんが、他にも数多くのパートナーの皆様に熱くご支援いただきます。心より感謝申し上げますとともに、今シーズンもどうぞよろしくお願いいたします。皆様今一度多大なるご支援をいただきます。パートナー各社様に大きな拍手をお願いいたします。続いてトップチーム創設30周年企画についてご紹介いたします。1977年、ジュニアチームとなる FC 町田を創設しました。1989年、町田市のシンボルとなるべくトップチームを創設いたしました。そして今シーズン、おかげさまでトップチームは創設30周年を迎えます。そこで30周年を記念した様々なイベントを行っていきますのでご紹介させていただきます。はじめにご紹介させていただくのはこちらです。トップチーム創設30周年を記念いたしまして、記念ロゴを制作いたしました。デザインコンセプトはシーズンスローガンがプラスワンになってから登場し、数年継続してきたゼルビーの目、ゼルビアとゼルビアを支える人たちの目というコンセプトの集大成となっています。30のゼロの部分を地球に見立て、町田市を配置することで世界に通ずる町田、町田から世界へというクラブが新たに目標に掲げた東京町田発世界に通じるビッグクラブへの成長を表現しています。このロゴとともに、今シーズンで創設30周年を迎えるゼルビアが次のステップに行き、より地域に愛され世界で羽ばたくクラブになることを願って作成いたしました。以上、30周年記念ロゴのご紹介でした。続いてご紹介するのは30周年アニバーサリーマンスです。こちらは今シーズン30周年記念月間として9月に開催します。本日はすでに開催が決定している企画をご紹介させていただきます。はじめに30周年記念グッズ販売決定です。
30周年を記念して様々な記念グッズを制作いたしますのでお楽しみにしていてください。なお本日は記念グッズの中で販売が決定しているとっておきのアイテムをご紹介します。こちらです、どうぞ。30周年記念ユニフォームを制作決定です。9月開催します。9月開催のアニバーサリーマンス期間中、選手たちはホームゲームで30周年記念ユニフォームを着用します。こちらもちろん販売も行いますので、その際はぜひお買い求めください。詳細は決定次第随時ホームページ等でお伝えしていきます。この他にも様々なイベントを企画中でございます。皆さんぜひご期待いただければと思います。よろしくお願いします。それでは最後になります。フォトセッションを行います。相馬監督、選手の皆さんはステージにご登壇ください。よろしくお願いします。はい、やります。大丈夫です。さてフォトセッションでございます。監督、そして新加入選手の皆さんがステージにおります。それでは、フォトセッションに移っていきたいと思いますが、監督、選手の皆さん、右手でガッツポーズをお願いできますか。はい、石松さんがやったとされるガッツポーズでございます。で正面向いてガッツポーズで笑顔でお願いいたします。それではフォトセッションタイムでございます。ぜひ皆様、カメラ撮っていただきまして、ぜひ笑顔でお願いいたします。ガッツ石松ポーズでお願いします。はい、それでは選手監督の皆さん、ちょっと、皆様から見て右目に、選手の監督皆さん、から見て右手の方にちょっと向いていただいて、こちらのカメラの方に目線とガッツポーズをください。ありがとうございます。さあ、それでは今度は、皆様、選手監督の皆さん、左手の方向いて逆向いていただいて、また、ガッツポーズと笑顔でフォトセッションの時間でございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。続いてご来賓の皆様と全体写真を、撮りたいと思います。ご来賓の皆様、ぜひステージの方にお越しいただけますでしょうか。監督、選手の皆様、そのステージでお待ちください。ご来賓の皆様と全体写真撮影を行います。ぜひご来賓の皆様、ステージの方に、はい、ステージの方にいらっしゃってください。ぜひステージの方にご登壇いただければと思います。お写真を一緒にご来賓の皆様と撮りたいと思います。選手、はい、監督の皆さんは後ろの方に、はい、選手の皆さん一番後ろで一列になっていただけますと、はい、選手の皆さんは一列で、で、選手たちの前にご来賓の皆様お越しいただけますと大変幸いでございます。はい、よろしくお願いいたします。で、大変恐縮なんでございますけれども、お客様のステージの前の方の皆様の、大変恐縮なんでございますが、ちょっとしゃがんでいただけ、すいません、ありがとうございます、すいません、ご協力いただきましてありがとうございます、すいません、はい、ありがとうございます。それではご来賓の皆様も揃いましたので、はい、それではご来賓の皆様、選手監督の皆様、こちらもガッツポーズで、右手でガッツポーズを作っていただいて、はい、笑顔で、フォトセッションを行っていただきたいと思います。ただ正面オフィシャルも入っておりますので、ぜひ、はい、フォトセッションの時間でございます。さて、写真の方いかがでしょうか。皆様お撮りいただいて、はい、ありがとうございます。ご来賓の皆様ありがとうございました。ご来賓の皆様、どうぞお席にお戻りください。ありがとうございます。ご来賓の皆様ありがとうございました。はい、続いてクラブゼルビッサの皆様と写真撮影を行います。監督、選手の皆様、すいません、そのままでお願いいたします。こちらクラブゼルビッサの皆さん、くじで当選をさせていただきました。当選番号を発表させていただきます。
ゼルフィサ会員の皆様は受付にて配布しましたシールに記載されている番号をご確認ください。M と Z と C、こちらで番号が振り分けられております。初めにご紹介させていただきます。 M4 番の方、 M4 番の方、続いて M13 番の方、 M13 番の方いらっしゃいますか。続いて M27 番の方、 M27 番の方、 M の27いらっしゃいますか。続いて M の11番の方、 M11 番の方、 M11 番の方、続いて Z いきましょう。 Z、 Z7 番の方、 Z7 番の方、はい、前の方にいらっしゃってください。続いて Z18 番の方、 Z18 番の方、いいですね、 Z18 番の方。続いて Z28 番の方、 Z28 番の方、どうぞ前の方に。続いて C いきます。 C、 C の8番の方、 C8 番の方、続いて C25 番の方、 C25 番の方いらっしゃいますか。前の方にいらっしゃってください。続いて C17 番の方、 C17 番の方いらっしゃいますか。はい、ぜひ前の方にお越しください。当選された皆さんおめでとうございます。これから、あ、どうぞどうぞ、あ、どうぞどうぞ、はい、どうぞどうぞ、はい、もう一方、はい、あ、いいですね。さあ、それでは当選されましたサポーターの皆さんと選手監督とフォトセッションでございます。はい、ありがとうございます。さあ、それでは笑顔で、お願いいたします。あ、すいません、あの、大変恐縮なんでございますけれども、あの、前の方にいるお客様の皆さん、すいません、本当にすいません、ありがとうございますね。え、本当僕じゃないんですよ。あれです。じゃあ、こちらも正面だけでお願いいたします。はい、笑顔でお願いいたします。当選された皆さんと、監督、それから新加入選手とフォトセッションでございます。はい、さあ、もう一ポーズいきましょうか。皆様、今度はガッツポーズを右手で、またガッツポーズをお願いします。選手監督の皆さん、当選されたサポーターの皆さん、右手ガッツポーズをお願いします。笑顔でね、笑顔で。フォトセッションタイムでございます。ありがとうございます。当選された皆さん、おめでとうございました。どうぞお席の方にお戻りください。さあ、フォトセッションタイムでございました。当選された皆さん、おめでとうございました。はい、それでは、選手監督の皆さん、元の、立ち位置にお戻りください。さて、新体制発表会もそろそろお開きの時刻が近づいてまいりました。最後にクラブを代表し、監督相馬直樹よりご挨拶申し上げます。相馬監督、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。はい、本日はこれだけたくさんの方々にお集まりいただき、本当にありがとうございます。そして、日頃から行政の方々、そして、スポンサーの方々、もちろんサポーターの皆さん、たくさんのご支援、本当にありがとうございます。昨年もそういった中、なんとかまた今年 J2 で戦う、そしてまた、そういう中で、もしかしたら、もしかしたらではないですね、金井さん。はい、J1 へのチャレンジをするっていうね、そういう権利を得ることができたと思ってます。まず本当に、日頃からのサポート、本当にありがとうございます。
まず、まあ、今もこう皆さんいろんな方々にお話しいただいて、そして選手たちも話をしてくれたんですけれども、昨年のところで、そこのところは一度やはり忘れなきゃいけないなというふうに思ってます。それはいいことは忘れてしまいたいと思ってます。ここからまた新しいシーズン、まあ、すでにもうトレーニングも始まってるんですけれども、残っているもの、そして昨年からまあいた選手たちが言ってくれた言葉の中で、昨年の悔しさ、そういったものを言葉にしてくれました。本当にこれこそが今年のきっと原動力になると、そう信じています。それはぜひ皆さんにも、そう一緒に戦ってくださる皆さんにもそう思っていただきたいなと。去年のようにうまくいくぞではなく、本当に簡単なシーズン、一つ一つ全力で、もちろん皆さんと一緒に戦ってまいりますが、うまくいくときもある、うまくいかないときもきっとあると思います。ただ昨年のあの野津田での悔しさ、最後終わったときに感じた、なんとも言えないこう悔しさ、これを晴らすべく、今年1年本当に選手たちと去年の延長ではなく、また新しいものを積み上げるつもりで、そのためのまた今ここ前に立ってくれてる、新しく来てくれた選手たちでもあると思ってますし、残ってくれた選手たちに対しても本当に去年の延長じゃないよって話はしております。ぜひ皆さんも今年 J1 を J1 に上がる、昇格する、そこをつかみ取るためには、また新たなこのシーズンを新たな覚悟でぜひ迎えていただきたいと思います。そのためにはまず我々が、この現場に立つチームでピッチに立つ我々が皆さんの心を熱くさせるようなプレーを2月24日からお見せするとお約束いたしますので、ぜひ一緒に戦って J1 昇格を一緒につかみ取りましょう。本日は本当にありがとうございました。相馬監督ありがとうございました。以上をもちまして 2019FC 町田セルビア新体制発表会を終了いたします。それでは監督選手が退場いたします。どうぞ大きなご声援をお送りください。もちまして 2019FC 町田ゼルビア新体制発表会を終了いたします。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。いよいよ2019シーズンが始まります。開幕は2月24日日曜日、東京ヴェルディとのホームゲームです。チケットの販売はクラブゼルビスタ先行販売が2月1日10時から、一般販売は2月6日10時からとなります。各プレイガイドをご確認いただきお買い求めください。